出玉総取りトーナメント新生活応援スペシャル。新生活応援、ね、春ということで、はいはい、またねこの折術の大人気企画がやってまいりました。では今回の出場者の方をご紹介いたします。どうぞ。はい、ではまず私からですね、はい、はい、じゃあ大水プリンと申します。よろしくお願いいたします。はい、はい、そしてはい、源ひかるです。よろしくお願いします。はい、フレッシュ。そしてさあ、じゃあさとみです。よろしくお願いします。はい、元気。そして私、あなたのチェロスというね、はい、こんな4人で対決なんですが、はい、もうね、皆さんルールは分かっているかなとは思いますが、はい、一応説明いたします。お願いします。まず1回戦、ね、この中の誰か、うん、2人で戦って、はい、勝った者同士が決勝を争います、はい、そして、うん、定まで1位になると全員が出した出玉を総取りできますという、うん、あー、いいですね。賞金でいただけますので、はいはいはい、優勝を目指して頑張っていきましょうね。はい、はい、頑張ります。今日はでもどうですか、東條さん、はい、こんな機種狙ってこうとかね、カラスがすごいですけどね。めちゃめちゃ鳴いてます ね、 ね。いや、私はやっぱいつでも割と荒めの機種好きなんで、うん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 、まあミドル系で一発行きたいなとは思ってます。いや、怖、マジで。あのさ、いや、ちょっといいっすか、マジで、東條さんに関して、うん、私ね、東條さんと一緒になるときいつも出てるんですよ。いやいやいや、ほんとそう。しかもちょっとじゃない、うん、ブンみたいな。そうですよね、わかるんですよ。えぐいですよね。そんなことない、そんなことない。いや、でも、わかんないですよね。皆さんとそんなにすごい回数重ねてはないんで、うん、その実戦を誰がこうすごい強いのかとかがあんまり分かってないので、ちょっと難しいなと、うん、なるほど。まあね、パチンコって結構ね、相性とかもありますからね。ありますよね、誰と戦うといいかっていうのも注目かもしれませんが、確かに。そしてピカルちゃん、はい、あの、ね、機種については、はい、あの全然もうノープランなんですけど、うん、まあでもやっぱり楽しく打てばおのずと引きも、うん、やってくると思うんで、はい、フィーリングで楽しみながら球を出して金ももらうっていう。エンジョイぜ、はい、もうちょっといいですか。いいよ。ちょっといいですか、ピカルちゃん。ね、もう一回あるね。もう一回あるんですか。手加減してほしいじゃん、先輩なんだけど一応。うん、で、なんかピカルちゃんもなんか軽めの台打ってくれるかなって思ったら、もうバチバチユニコーンとかめっちゃ、うん、バチバチいきます。で、めちゃめちゃ何万発とか出すの。確かに。もう本当に、いや、そういうの。今日はダメだよ、今日はダメだよ。やっぱ打ちたいだよ、楽しんで打つ、そして勝つ、そして金をもらう。はい、もう変わらんな、爽やかに汚いこと言った。ねえ、そしてね、はい、プリンちゃん、はい、はい、もう自信なんてないっすよ。もう勝てないもんだって。あら、はい、弱気じゃないですか。いや、弱気とかじゃないです、これは別に強気で言ってもいいですよ、勝てねえよ。別にそういうことじゃなくて、あの事象として、怒ってる事象として、はい、勝ててないんですよ、マジで。ずっともう50万ぐらいマイナスなんですよ、今年始まって。ざまあ見ろ、ざまあ見ろじゃないよ、本当に。ちょっといいですか、ちょっといいですか。どうぞどうぞ。あ、なんもなかったです、すみません。なるほど、ごめんなさい。いや、悪いな、本当にな。マジでよくない、何にもない人間じゃん、もう分かってる、言ったじゃん、しかも勝てないよって。なのになんで傷をえぐってこようとしてんの。ごめんごめんごめん、ごめん、なんもなかった、ごめんね。なんもなかった、あれが一番嫌だけど。ちょっと、いいですか。あ、すみません、なんもなかったです。ほら、言うと思ったもんね、もう。いいよ、そうですよね、やっぱり。ピカルちゃん、ピカルちゃん、ピカルちゃんもあるでしょ、だって。いや、やっぱでも、大水さん結構出す。出さないですね。でも何もなかった。チャンスキャラでーす。はい、まあちょっとじゃあね、はい、プリンの動向にも注目しながら、はい、はい、まあ僕はいつものようにね、はい、がっつり堅実にやっていきたいと思いますが、ちょっといいですか、ちょっと。ちょっと長いんだよ。いや、言ってくれくれよ。聞いて、あの人マジクソ出さねえから。あれもチャンスキャラだぜ、マジで。あれもチャンスキャラ。全身が痙攣してきたわ、確かに。プルプルしてきたなんか知らんけど、雑魚なのよ、本当に。思い出して、強い強い雑魚、ばっかり思い出したわ。ごめんなさい、ごめんなさい、はい、まあ、じゃあね、早速対戦相手を決めていきましょうかね、うん、はい、どうしていこう。さあ、じゃあね、4人でじゃんけんして、うん、はい、一番勝った人が誰かを指名するという感じでね、はいはい、そうやっていきます。じゃんけんぽん。
嬉しいの選べますか、ね、悩ましいな。いや私チェロさんとは相性いいから、私が勝っちゃうからやめた方がいいですよ。マジでマジ、これはマジ本当なんですよ、マジマジ。いや俺もそんな気がするんだよな。でしょ、プリンで。なんでやふざけんなよ、もうやめてよねえ。まあでもザコザコの戦いだからここは、ね、これでじゃあね、はい、決まりましたので、はいはい、ね、チェロス対プリン、うん、そして源ピカル対、はい、東條さとみでやっていきたいと思います、はいはい、では優勝を目指して頑張ろうぜ。頑張ります、頑張ります。いやお前とだけはやりたくないと思ってたよ正直。いやなんで選んだんじゃ。だってお前完全にあれプリンって言うしかない流れを作っとったよ。いや違う違う、私は逆にほんと絶対やりたくなかったから、うだからチェロさんに、あこう私との相性ってこんなに悪いんだよっていうのを提供したの、情報として。いやいやいや、それはお前バラエティの流れだろうがお前。いやもう普通に受け取ってほしかった。いやバラエティとか関係なく勝ちに行くぞっていう意思をもっと見せてほしかった。私はチェロさんに負けるよ。だってチェロさん負けねえよ。いやいや今までの流れお前最近ひでえからな、俺と乗り打ちやる実戦でも本当になあの。でも聞いてください、なんじゃトータルは私がめちゃめちゃ勝ってるからね。確かにでしょチェロさんそれはそうですね。でも最近の私は確かに良くないから、もしかしたらいい勝負になるかもしれないですでしょ、はい、まあ、しかも俺今日はね1回戦はちょっとね、うん、珍しい機種狙っていこうかなと思う、思ってます。なんだろう、秘策がございます。秘策あるんですか。めっちゃ相性いい機種が。えちょっと怖いわ、そういう台私ないんで。ちょっとチェロさんが何の台座るかっていうのを見てから決めようと思います。じゃあいやぜひね、はい、これは今テレビの前のおっさんおばさん楽しみにしてください言い方が悪い、そんな機種打ちます。あそうなんですね。さあそれではね、ナムココレクション2打ってこうね。これやっぱりね僕らの世代的には最高のね台なんでね、やっぱファミコンジェネレーションですからチェロスとしましてはね。これちなみに U タイムもあって、250回転回すと U タイム入ります。 U タイム入ると、ラッシュへ一応行ってくれるんで、まあそこを狙うっつうのもね決して悪くないですから。初当たり確率が 99.9 分の1かな、まあ、だからアマデジのスペックなんですけど突破型の、ゲーム性で初当たりのほとんど、まあ、90% が、ね、時短1回、まあ、つまりボリュームもひっくるめると5回転 のチャンスがあって、そこで 12.71 分の1を引けるとラッシュへ突入すると。さあ1回戦始まりました。まずねこうチェロさんに勝たないと上に行けないので、しっかりねチェロさんが何座ったかも確認しまして、まあ、ナムココレクションアマデジの方に行っていたので、私もじゃあアマデジからスタートしようと思いましてこちらの台選ばせていただきました。まあ、地中海ですね。これはもう89分の1めちゃめちゃ当たりも軽いし、でうまいこと連チャンすれば4000発5000発と出玉獲得することができますんで、まあ、しっかり打っていこうと思います。行きましょう。ステージ乗ったら止めるとかね、そういうのはちゃんとやりましょう。今日は真剣に打つ日。あーっていう台なんだ、ちょっと怖いな。あ見た今皆さん、サイレント議事連発動。これはちょっとチャンスですよ、まあ、ちょっとというかだいぶチャンスだと思うけど、魚群は来てくれなかったですね。まあ、一応その音符なので発展はする。こっからもうボタンを押したら鳴るかどうかですよ、まあ、ちょっと連続で押しちゃおう。一応マリンちゃんのチャンスアップはなかった、早っ全然楽しめなかった。もうちょいなんか早めにやっとけばよかった、いろいろと手振らせたりとか。でもまあ何のチャンスアップもなかったんで、
ああいうのとか見ていければもしかしたらもっと早く分かったかもな。あ、これダメかもみたいなとかは。チャンスアップ1個でもあれば逆に当たるっていうのが本当に海物語のいいところだとは思いますん で、 で、あとそもそも魚群出ないしね、今こういうことよこれで無駄玉が減りますね。もう打たないです。走ってくれるんだ。いやー楽しい。はい、ということで38回転目無事に渡りしました。総投資は3000円でございます。ちょっと使っちゃいましたねずっと探ってたからな。38、20回転で32分の1を取るで、まあ、これで当たってしまえばもう継続率結構高めのね、本当に 78% ぐらいある継続率を堪能することができるんで、ここはね真剣に取っていきたいと思います。マジで頑張ろう。どうしようかな。海もまあいいか。海で、おっと、もう当たってくれ頼むわ。あ、でもなんかちょっと待って、保留とかって大丈夫だよね。でもなんかならないね。あー、ならなかったもんね。仕方ない。スルー通すことに注力しよう。あ、リーチ。あーらららららい無事大当たりしました。今日蜂図柄が素直ですね、なんかねありがとうございます。ずっと蜂図柄で当たってるで、16回転目、地中海チャンスゲットありがとうございます。はい、もうラウンド数とかどうでもいい、入りゃいいのよ。もうこんだけもらえますから。まああの20回転 ST っていうのは変わんないんですよ。もうそこからまあ時短が80回つくとそういう感じなので、普通に80回やれば89分の1ですからね。落ちてもまあまあ当たるんですよ。ちょっと変えますかモードも、景気づけに。でもね、私この地中海打ってる時はだいたい海モードなんで、すいません、あのこのマリンちゃんが泳いでるステージあるじゃないですか。おマリンちゃんが泳いでるステージもうほんと選ばないから分かんないかもしんない。まあ、とりあえず魚群を出せばいいんですよ。まあ、100% だからあんま出ないと思うけど。イカー、イカ弱そう。でも分かんないからね、これイカでも。たとえこれは上がんない、ずっと泡か。イルカのリーチでも泡ですからね、これはよ。お、ほどめだ。ワンチャンあるでしょこれは。おい、何よ、遅いよもうびっくりした。でもね、普通に当たってくれてよかった。やっぱ炎目ですね。魚群があまり出ないとなった今、炎目はかなり強いということが分かりました。いやいいね、楽しいわ。3、OK、いいね。これは大丈夫でしょ、もういたでしょ。さすがにウリンちゃんは私のことを裏切らないし、 ST 中のウリンちゃんですから。だってかわいいね、ウリン。あ、多分大丈夫、言ってくれる。大丈夫、いけるよ。ウリンちゃんもかわいいから私を幸せにしてくれる。大幸せ、ありがとうございます。見てウリンちゃんの脇、私ね、ウリンちゃんの脇が世界で一番好きな脇。あー、かわいい、ありがとうございます。キューズからでのあたりで、あー、残念ながら6ラウンドは6ラウンドね。やっぱマックスラウンド取りにくいよね。2パーまあまあ取れないですね。なんか固定モードで打ってて続いたこと私ないんですよね。あれなんでなんでしょうね。まあ、なんか本当にね、疲れとかってあると思ってて、そのいるじゃないですか、こういう背景にも生物がいる。なんだったら小キャラとかいるし、ここでしか出ないものっていっぱいあるんですよ。でそれをずっとこう使い続けてるっていうか、なんだろう、ずっと出番がね続けば続くほどやっぱ消耗していくんですよ体力。だからなんか良くないんじゃないかっていうのはすごくあって、でさらにこうなんか順番順番にすることによって、まあ当たりますで次のモード私だみたいな、なんだろう、
舞台袖でこう次の出番を待つ人ってすごいドキドキして気が引き締まってるじゃないですか。当てなきゃみたいな、おこういうことよ、当てなきゃみたいな感じになるじゃないですか。なんかね、そういう効果もあっていいんじゃないかなって思います、舞台袖効果みたいな。だから次の今モードのマリンちゃんのねモードあるじゃないですか、マリンちゃんめちゃめちゃ頑張ろうって思ってるはずなんですよ、私だから次って。まあ、そういう今回のこのモードのことだけじゃなくて次のモードのこともちゃんと考えてあげる、もうこれで勝てる。皆さんもぜひお試しあれ。あー、ここだ、わかりますか、プレミアです、枠外プレミア。今なんでなったんかなって思ったけど、まあさすがに外れから戻ってくる当たるっていうのはもう枠外プレミアしかないんで、いいですね、やっぱプレミアってその偶数図柄じゃなくって奇数になってくれるんで、そこもありがたいですね。いやー、いいもん見れたな。10回転目マジですごい、 ST 抜けないきょ。イルカが跳ねたよ。あー気持ちいい、どんな当たり方するかだけ見ておこう。あ、ビタ止まりいいね、気持ちいいわ。まあまあ8図からね、4ラウンド8回転目、すごいな、32分の1だよな一応。お、いいね、あ、炎目だ、しかも当たるでしょこれは。はい、どこかな、あーそこ、あー、しかもこのミラージュチャンスね、大丈夫大丈夫、あー気持ちいい気持ちいい、あー、ありがとうございます、素晴らしい。ちょっと溜めたいなと思ってたけど、まあいいか、もうどうせ溜まるし、あとで。はい、7図から2変化しました、75、4回転目。いや、さすがにね、それ当たるよ、そんなスッと抜けてもらっちゃ困りますから。あー、ワリンチャンスだ、やばい、飲み物飲んでたら絶対来るの、なんなん。いやー、でもどうだろう、告知がまだ来てないぞ、まあ直前かな、直前告知か。おーおいおいおいゆっくり飲めばよかったよ、またどうしてゆっくり飲ましてくれないんだい。飲みましょう、白いから、まあ、何が出てくるかっていう話ですもんね。あ、こっちでもリーチになるんですね。発展はね、さすがにしないか。どうこれ、この保留。あ、なった、あざす、ウニでなかなかよ、泡なんか今でかかった。おー、いいねこれね、近いのに一周回してくれる感じね、こうギュイギュイギュイって。いやー、よかった、何せよ、まあ普通に当たったんでセーフです、回避。当たりそう当たりそう当たりそう、めっちゃ、あー、いいね、ステップウォーもこれ当たる当たる、絶対大丈夫、全然大丈夫、もう泡でも正直当たると思う、関係ない、ほら、そりゃそうよ、強かったもん、いろいろ。いやー、楽しいね、これで10連目でございます、ありがとう、おめでとう。いや、めちゃめちゃ簡単じゃない、なんかパチンコ。18回転目、わー、当たった、すごいな、マジで普通に当たるもんね、ノーマル。いやー、いいね、やっぱノーマルビタが一番好きだわ。45回転目、いや、当たり軽ー、おっ、わー、あっ、赤い、赤いっていうか、まあ、ピンクか、さっき、まあ、白で当たってますから、あー、もう地中海道入ったわ、それではもうありがとうございます、本当に当たりですわ、もうリーチキュインキュインですよ、もうこんな
あーこれもう魚群が来てくれるパターンか。いやそれはないんですね渡るっしょって思ってるからもう魚群流れてくれるんだと思ってたわ。はいはいはい、まあまあまあ問題なく当たりですね。いい当たり方。30回転目。まあでもちょっとチェロさんに見られちゃったんで私も移動しようかなって思います。あとはまあ後ろからねチェロさんのナムココレクションの台を、まあ、何回当たってるかとかを見て移動ですね。移動。キャラは3人使い切った。いや回避できず。お博士。おお風来た風さあ神経衰弱勝負。いや結構ありえるぞ。風吹いとるしな。さあクマちゃん、さあもう一個、あチャンスだ、あるぞ、来い、よっしゃ大当たり。82回転目、投資は4500円。いいぞ、イエイ。はい気持ちいい。サンズ柄のリーチでした。この風がねいいよね。これでいきなりラッシュ行くとむちゃむちゃ心強い出玉が得られるんですけどね。さあルーレットチャンス、ここでよ、行くよ、持ってこい。さあ保留をつけますよ。いけ、ナムコフェス。あーがーしょぼいやつやしょぼいやつや。ただここでもねまだありますからね。こっからの4回転。もうね保留ついてますけど一応やりますわね。でこのゲーム気に金入れて100円入れて貯めていくと。さあこれで成功すると見事、ナムコフェス、オア超ナムコフェス。超ナムコフェスだと次回あたり濃厚なんで、ナムコフェスだと、時短6回の、まあ、つまり、10回転チャンスがある。さあここで当たることはなかなかないんですけど、このねキャラがいくつ乗るかが大事なんですけど、一つではおそらくほぼ無理だと思いますね。はい残念。で左打ちっていう流れお金来た。78回転目これはいけると信じたいけどな。もうナムコスターズ勝利。
全キャラ激アツステージ5150キロに到達できればワンアップチャンス。これはもういきますね。剛速球イエス。複数個来い複数個。お2個いいね。さあ4個か4アップ。さあいけ。ドマイ。さあもうここで決めちゃおう。あー赤までいかないんだ。ここでもう行って欲しかったな。いけよっしゃ。でも大丈夫さあ78回転目で5通からで当たりました。オーゲイ。投資はまだね、総投資7500円。追加投資が3000円ですね。あースタンバイ出ない。ここがなんだよな俺的にはね。ここで2個スタンバイ出てると割と夢が膨らむんだけどね。いやもうダメかなみたいな気持ちになるとこだよな。いやー引いててほしいよ。うわっと、これがあんのよ、これがあんのよ、この台引いてたわ。ありがとう、よう引いてくれました。 12.71 分の1。はい、とりあえずこれでもうナムコフェスは濃厚なんで、いわゆる時短6回のグレート。あら行く行く、グレート。ああもう一個ゲットすると超ナムコフェスもね濃厚になるんですけど、あ濃厚ではないか。まあまあまあでもとりあえずよしとしよう。はい、あしかも777。おっしゃワンアップ引いた。こっからが楽しみなのよ。7で当たるかどうか。どこい、あ弱い方か。
保留4個の中に当たりが入っとるっていう。さあここで7引きたい、7引きたいよ。ここはつかめ、よし。しかも保留赤、あでも図柄1か。7でテンパらしたかったな。ファミリージョッキーで、俺ファミリージョッキーの演出大好き。おもろいっすよ。さあいきなりチャンス展開、好スタート。ワンアップレインボーのねプレミアムも出てる。さあ3頭抜きかな、チャンスアップ。雷様、はい、気持ちいい。いや、いい台でしょ、面白いのよ、演出おもろいのよ。1か来い、7なった。1か7のね、10ラウンドのあたりが欲しいんですけどね。まあまあ、よう引いたな。オーシャーワンアップ、ここからのこの後がお楽しみ。7か出てくるかどうかよ。さあ来い、7来い。うわ、いやーこれねー結構7って来るんですけどね。うわ、ないのスタンバイないか、これはあかんわ、これあかんやつや。せめて2個なんだよな。いや、もっとやれるやつなんだけどな。見してくれ底力を。いや無理は承知で。だわな、だわな。まあでも猛烈に面白かったけどね。さあ置き時のこれがね、発展したことないんだよな。一回発展さすとこ見てみたいんだけどな。はい、こちらこそ遊んでください。はい、残念でした。いや一応ね、持ち玉1500個と上皿こんだけ、まだ定まマイナスですけどね。さあ移動してきました。いろんな台を見てみたんですけれども、ちょっとなんかライトミドルはまだいいかなと。チェロさんの方が、まあ、出玉出てないので、なので、まあ、ちょびっとだけね、一応あのスペックを上げて129分の1の大工の源さんのライトを打っていきたいと思います。もうこの台入ってしまえば、まあ、めちゃめちゃ取れる可能性あるんで、だからまあ乗るか反るかちょっとやってみようかなと思います。おっと、2段階早速、全然2段階であると思うけどね。とりあえず滑りで、いやマジ全回転で当たってほしいな。4までいってほしい、岩井っつって出してほしい。なかなかね、このあの連続演出自体が取りにくいから、やっぱライトになってしまえば、だから1回取れたらちょっと親って見ててもいいかもしれないですね、うん
私も許さねえ。ほい、あーカットインではない。どこに発展するか。あー普通に発展か。前半終わりで、まあ、お願いとかドックンとか待ちかな。あ、みなぎってきたぜ。緑行ってくれ。あ、緑は行かない、うん、まあここで終わるかな。あ、発展したわ。発展するタイプ。ここは白。いやー、こうなってきたらちょっとな、微妙だよな。とりあえずここ連打で赤になってくれ。来てくれ。ここも参戦参戦。あー来ない。いやー、ダメっぽい。なんかあーでもカットインがある。カットインあったらちょっと期待しながら見ちゃうんだよ。でも1回転目だからね、さすがにかい。当たった。1回転目おスイッチ決めました。ありがとうございます。もう完璧に1回転目ですからこれ。マジで、いや、よう当たったと思うわ。水柄でしかも。あ、いやいや、ちょっと感動したな。多分無理やろうなって思ってたんで、ちょっと久しぶりに決めました。アマデジっていうか、まあ、軽いね、軽い台って言ってもなかなか1回転で当たることって難しいと思うんですよね。いやー素晴らしい、ありがとうございます。今日調子いいな。でも白ですね。表現白だけど、まあ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 、だー、まあ、完全黒人しようか。じゃあ、いやー、やっぱないか。さすがに無理でしたね。まあでもまだわ、あーダメだね。いやいや、でも全然いい。1回転目で当たったから大丈夫。はい、大移動やめたくない。面白かった。喋らない。でもカンナステージ、いや、カンナステージワンチャンよ、ワンチャン。頼むわ、頼まい頼まい。あ、キューズ柄好き。別に好きなんだけど、キューズ柄自体は。いやー、ちょっとこれはいかないですね。全部9、全部9、これ全部9。9、お、9、9、これが好きなのよ。これ当たりです。カンナじゃないや、この子の時に全部同じ図柄で急にここで当たるみたいなの、これが一番いい当たり方だと私は思ってます。ライトの時の当たり方。あー、よかった、諦めないでよかった。191回転かな。いや、なんとか当たりました。旧図柄、いや、いい図柄ですね、やっぱ旧図柄は。で、こっからですよ。9ってでもなんかちょっといけそうな気がしません？入るんじゃないみたいな。わからないですかこの気持ち。なんか2とか4とか8とかは入んないかもって。ほら、赤入る入る。お、1個燃えてますね。まあ、そもそも大丈夫ぐらいの本当信頼度あるんで、赤だった時点で、決めちまえ。 OK。 一発目で1個のボタンで大丈夫でした。決まりました。いやー、よかった、マジで。2回目はね、これ単発だったらどうしようかなと思ったんですけど、まあ、そんなこともなく取れました。さすが 50%。 よし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 、久しぶりの、なんか本当に久しぶりな感じがするな、超限ラッシュ。最初にゲンさんを褒めます。今日はね、軽くゲンさんライトなんで軽く褒めますね。え、やだ、ゲンさん今日眉毛の形世界で一番美しくない？なんかリリシェサーマックスって感じがする。え、ちょっと待って、あとここの、え、なんかこのボンタンっていうの、このなんか履いてるやつ、わかんないけど、あのパンツがさ、
こんなん私買いたいぐらいだよ。これちょっと売ってほしい。後で50万出すから売って。よし、オッケー。50万持ってないけどね、なんなら全然。だからもうこれで50万稼ぐぐらいの気持ちでやりましょう。そう、こうやってね褒められたらゲンさん悪い気しないんですよ。3ラウンドずっと続いてくれたらそれでいい。これもね1個保留貯めてるからネクスト出てほしい。ネクスト途切れたら1回転目ダメだから。 OK。 いや、ずっとゲンさん来てくれる、優しい。ネクスト、ネクスト来い。あ、やばい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 。オーケー、あぶれ、怖え。頑張れ、オーケー。ミカちゃんはね結構優しいのよ。応援しながら入れよ。頑張れ、お前も頑張れ、お前も頑張れ。うわ、やば、怖っ。オーケー、気持ちいい、よかった。お、なな、でかい、ここありがとう。10回目の当たりいいですね。マックスラウンド9ラウンドが取れました。オーケー、20回目の当たり。オーケー、最後30連やった。30連達成しました。ありがとうございます。オッケーオッケー。おお、めちゃめちゃレインボーやったな。もうそうなっちゃうよね。すごい、6回目。いいね、続くね。あと1回、あと1回で50。いや、ここマジで、マジで大事。おお、いった。しかも1万5000も来た。1万5000個も来ました。で、50連目も確定でございます。ありがとう。ほいほい、もう次はもう60ですよ。ほんじゃ60連目指しましょう。おお、いいね。もう一生カンナちゃんで出てきてほしい。ああ来なかった。ああでも当たった。2回目でも言うてまだ2回目のファイナルジャッジ。なんかすごいな、めちゃめちゃ頑張ってくれたな。まあこんだけ打って止めよう。あ、もう1回だけ打とう。け、あダメだった。まあまあそもそもあんまり入れてないので全然ここ変わってると思いますよ。打ってたらいきます。そい、まあまあまあ見せ方がうまいんで、うちのゲンさん48か、ダメダメかも。でも52連して全部で7回超限は取れました。うん、もう豚も出てこないしね、これで終わりですね。素晴らしい、52ですよ。だっていやいや全然いい、終わったけど全然満足、よかったです。おっと、先読みランプ
まあ、特にセリフもなかったんでそこまで強くはないけどもなくはないですからここから成長していくことがあるんでチャンスアップが。さあここ大事です。赤の方行ったら激アツ。なあでもな緑なんだわな。まあ緑なんだわ。でもおっしゃった赤まあまあよまあまあよ。おおでそこそこ熱いやつ行ったでおい。まああのない展開じゃないよ。この先次第ですよね。打ち始めてまだ12回転目。いけ紫か赤いってほしかった赤以上。まだ続く。はいもう一丁この先ここで何かもう一山。おいけいけよっしゃこれでありえる。もうこれで五分五分よ。当たり外れは超反博打を。さあ行ってくれ決めてくれ。ここで白かどうし赤の同行番いいぞ。うわいいじゃんいいじゃん理想的じゃん。よし赤ここまで行くと悪くない。さらにもう一個行け行け。あー金欲しかったけどまあ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 なくはないよ。十分戦えるやつ。よっしゃいや当たってくれていいんちゃうか。この台だけでの投手はまだ1000円。素晴らしいタイミングでこの台座ったんちゃうか。さあどうだ。戦わしてくれ俺を。行くぞ行くぞ行くぞ持ってこいよ持ってこいよ。威嚇だぬおいひどすぎんかひどすぎんかひどすぎんかおい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 実戦終了。イエーイお疲れ様です。イエ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 イご機嫌だな。当たり前じゃないですか。今日も可愛いな。え、もうですか。そうだ。いや、なんだなんだ。喜ばせろちょっと。ちょっと喜んでからクソがでしょそこ。もうやけくそです。いや、ちょっとチェロさんはね、確かになんかちょっと沈んでそうだなと思ってたんですよ。ただね、うん、僕、はい、見せ場の数では負けてないと思いますよ今日。え、本当ですか。おそらく視聴者さんは。うん最後までドキドキしてくださったんちゃうかなと。え、ちょっと軽く聞きたいんですけど、はい、チェロさんどんな感じでしたじゃあ。19,000円負けました。いや負けたんだ一応。えでも以上です。え、ちょっと待って見せ場のところを詳しく聞かせてもらうけど。あ、見せ場はもうねあんた DVD 見なさいよ。あ、分かった。じゃあ DVD 見ます。もうみんな見てるからね。本当なんか最後ね視聴者の皆さんはね。そうユニコーン打ってたっていうのは知ってるんですよ、はい。まあ当たってまわな困るなぐらいの演出出ましたよ。それを外して今現在ここにいるで、まあ、最後の1分までね、うん、あるぞっていうのも来たしね。マジっすか。やばめちゃめちゃ面白いですね。だからもう俺が勝ちでいいんじゃないかな。え、ダメダメそれはダメ。やっぱ出玉残した方ですか。ええやもうルールとか。いやじゃあ私の結果を言ってそれを聞いて判断してください。いいだろう、はい、じゃあいきますよ。よし
で私が投資3000円なんですよ、はいはい、最初地中海打っててその時の初当たりにかかった金額のまま、うん、で持ち玉を4264個残して地中海 でそのまま現ライトに行ったんですよ。やるやん。で現ライト1回目の当たりがなんと1回転で当たりました。インチキだな。インチキではない。ちょっと待ってくれ、お前地中海だってすごい早かったじゃん当たり。30何回転だろ。38回転だよ。インチキだな。いやインチキじゃない、聞いて。2回目の当たり、2回目の当たりが191回転かかりましたからね。おうおう、なんかインチキではない。ではないな。でもこの当たりが52連しました。インチキだな。インチキではない。で、いやもうチェロさんがさんざんお前こんな台打ってんの、お前こんな台打ってんのって2台とも言ったでしょ。いや総取りだもん、総取りですよ。ドーンとあんたミドルスペックでドーンとやらなきゃ。言いましょうか、サダマ。はい、まあ、出玉言いましょう最初。はい、1万5796個出てます。プリン万歳。ねえ、そうなるやろ。謝って、もっと全方向で謝って。そう、すみませんでした。そう、あ、もうちょい、もうちょい、すみませんでした。あ、もうちょい回転して、じゃあこっちこっち、あ、いいよいいよ、すみませんでしたね。すみませんでした。そう、あっちも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 、いいよもういやもう本当にずっとバカにしてくるから、いや出るよってこの話。いやすごいですね。出たでしょ。すごい。そう、あとチェロさんキラーだから。私も本当にそうだな、はい、俺と一緒に生きとりゃさ、はい、お前多分女総理大臣になるで。いや多分なれるけど、一緒に過ごすのは嫌なので、ちょっとまあ別々の道を歩んでいきましょう。なんだそれはお前この野郎ごめんなさい、ちょっと元気ないから、もうこの野郎ぐらいしか悪口も出てこないよ。本当に嫌いだわ。なんでよ、いいじゃん、チェロさん楽しいでしょ一緒にいたら。でもチェロさんの意思を継いで私は決勝上がるんだよ、はい、そうだね、はい、応援してください。じゃあもうほんとね、はい、優勝は、うん、大水プリンで。あ、よさまじいいのゲットしてくださいよ。あ、まあそうですね、ね、はい、おそらくね、うん、強敵が立ち上がってくると思いますから、うん、僕もどっちが勝ってるかね、もう片方はちょっとわからないんで。あの二人どっちも強いからね、怖いんですよね。あ、でも今日のプリンならやれますね、はい、え、多分やれると思う私ね、はい、じゃあ決勝頑張ってください。はい、頑張ります。はい、予選 B は私源ひかると。はい、登場さとみでございます。はい、いやー、ちょっと私今日早く帰れるんだろうなって思ってます。出てるとこしか見たことないもん私。でも、はい、一番なんか申し訳ないのが、例えばこれで落ちた時に、うん、はい、出玉を残せずに落ちるのはなんかちょっと申し訳ない。うん、そうですよね。一番なんか嫌だよね。嫌です、それはしたくない。したくないよね。だからもし落ちるんだったら出玉は残したい、はい、でもやっぱり私3人、あの私以外の3名の中だと、はいはい、やっぱピカルちゃんが一番一緒に多分やってる機会が多くて、うん、そうですね、きっと。でもやっぱピカルちゃんは強いよ。私やっぱイメージある。そうです、うん、強い。だから ちなみに今日何行く予定とか全然考えてないんですけど、でもやっぱり対東條さんだとアマデジとかは逃げられないなって思ってます。ダメダメダメ、うん、うん、あ、いや、わかんない。それも作戦だけどね。いや、まあまあそうなんですけど、でもその自爆待ちっていうのがやっぱ通用しないと思うんで。いやいやいや、なんかやっぱり私もしっかりミドル打たれるかなと思うんで、ミドルとかハイスペックな機種を狙っていかないといけないなって思ってます。そうだよね、まあ、まだじゃあこれっていうのはまだまだまだ決めてない。そんなに決めてないですね。そうだよね、まあ、入ってみないとね、わかんないところもあるけど。ちなみに私は、はい、空いてれば、はい、ルパン。うわー、ルパン打ちたいんだけど、うん、まだ1回しか打ったことないから、ちょっと自信がないけど、はいはい、まあ、ちょっとルパンあたりを狙いたい。出しそうだな、なんかいやもうなんかもうすごい見えちゃいました。なんか頭の中でルパンでめっちゃ爆出ししてる様子が。いやいや、本当私通常ばっか引きそうな気がして怖いって思ってるから。じゃあちょっとそっちが正夢というか現実になるようにめっちゃ祈っときます、ね、そうだね。まあでも出玉だけど、まあ、さだま、うんうん、残れるかさだまだから、はい、投資いっちゃうとね。そうですよね、きついところはあるから。確かに低投資で当てられるように。そうそうそう、本当、うん、そう、それで出玉ができたらもう勝ちよ。勝ちですね。勝ち。だから早くいかに当てられるかだね。ちょっとじゃあそれを早く低投資で当てられることを祈って2人で頑張っていきたいと思います。はい、頑張ります。はい、私はこちらのリゼロから始める異世界生活から始めていきたいと思います。とリゼロ1万円チャレンジして
1万円なくなったらもう他の台に移動しようかなと思います。初当たりが引けたら最低でも1500発は出れるので、ちょっととりあえず初当たりを1万円以内で引けることを目指して頑張ります。はい、私はですね、ルパン三世2000カラットの涙を、打ちます ピカルちゃんとなんですけども、ピカルちゃんが真後ろのリゼロにですね座りまして、まあ、どっちも早いですね、本当とにかく当たっちゃえばめちゃめちゃ早いんですけど、まあもう様子も分かっちゃうんで、もうどっちが先にいかに当てて、ラッシュ入れるかっていうところだと思うんですけど、まあとりあえず本当早く当てることを目標に頑張ります。いやでも東條さん、東條さんか、割となんか3人とも私はお強いイメージがあるので、まあ、大水さんがオープニングでは結構いや出さないのよっておっしゃってましたけど、最近負けてんのかもしれないけど、そんなになんか全然当たんないみたいな印象がないし、誰と当たっても嫌だなって思ってたんですけど、東條さんやっぱ出てないところ見たことないんで、いやー本当に勝てる気はしてないです。リゼロは基本的にぎじるだけでもチャンスなので、本当に何も起こらないとき起こらないですよね。一応青捕虜になってくれましたが、まあ青捕虜くらいじゃちょっとね、あ、金色ステージって熱くなかった？ちょっとチャンスかも。様子を見ましょう。レムは、レムはガタガタしてくれなかったけど、これチャンス来ましたね、早速。金色ステージは 40% くらい信頼度があります。赤、よしよし大チャンスですよ。これで鬼がかってくれればね。はい、ゲジさん行ってくれて、あ、金まで行きました。これもらったんじゃないかな。ここ赤文字がいいな、いいですね。あとは鬼がかり予告が発生してくれれば。あれ、あ、よしよし、この後カシャン、よしよし、これはもう王道です。大丈夫だと思う。鬼がかり予告が出たので、鬼がかったやり方 SP に行ってくれますが、何かしらのチャンスアップが出たらもうもらったって思えるくらいの信頼度を誇ってるんですけど、今のところチャンスアップはなさそうですね。なんかイルミはなんか弱イルミだったら大当たりの方にならないんですよ。今の弱なのかは分かんない。いやでも何もチャンスアップなくても当たるぐらいの信頼度なんでいけるでしょ。はい、やったー、早かったです。この台に移動して12回転目ですね。大当たりゲットです。問題はどっち引けてるかですね。1500発か3000発か。
ここよ。なんかね、二次系の演出とか、あの大盤ボタンとかが出てくれていれば3000発引けてるんですけど、何もね、3000発濃厚のものが出てないので、怖いな。 55% ですよ、3000発は。頼む。これで1500発、まあチャレンジボーナスなんで最後にまたボタンで3000引けてるかどうかのジャッジがあるんですけど、とりあえずここはまだ3000は引けておらずというところで、まあね、でも投資が3000円なので、低投資で1500発もらえるのは本当にでかい。とりあえず良かったです。ここですよ、ボタンが赤かったらな。お願い、赤赤、3000引けておりました。やったぜ、これはでかいぜ。やったー。さあ、こっから何がかりラスに入るんですけれども、144回転で99分の1を引ければ大当たりで、目指すのは右中の 25% で引ける3000発ですね。それを目指して打っていきたいと思います。さあ、頼む。右中は基本的に突当たりなので、本当に手汗がやばいんですよね。ちょっと待って待って、ちょっと90回転ぐらいで休憩、なんもないんだもん。はあ、なんもないぞ。なんか割と SD とかも、あの他の台でも休ませるんですけど、なんかリゼロは本当にあっという間に消化されていくんで、保留が未だにその SD の休ませ方が分かってなくて手探りなんですけど、いやー、とりあえず連チャンはさせないと。はー、いきます、お願いします。なんか起きて、なんか起きて、あ、いいですね、殲滅、ここで当たっちゃえ。よし、よかった。やばいやばい、また90回いっちゃう。待って待って、なかなか、まあ、99分の1だから当たったけど、ちょっとこれ2ラウンドですね。もったいない、3000発こっから。でも3000発に上がってくれることもあるんですけど、おやった、 25%引けてました。このね、エースが私見たかったんです。キンキラキンの玉が出てきて300から3000発に返ってくれるこの演出、これはでかい。いや、右打ち中にも3000発引ける可能性があるのが本当にいいですよね。今まで私引けたことなかったんですけど、 25% やっと引けた。早い段階で当たってくれると心がね、楽なんですけど。よし、やった。赤字柄なんで1500発ですね。23回転目、早い。
かない。ちょっとちょっと落ち着こう。お、休ませようと思ったら急に当たってくれました。一図柄なんで1500発、55回転目でした。1万発表示で行きました。あっという間、8分で1万発行きましたね。めっちゃ早い。まあね、現状は全然勝ってるんですけど、1万発ぐらい東條さん全然出すから、できればこの波に乗ってもうちょっとまとまった出玉を手に入れたいなと思ってます。もう残り10回です。ラスト、あっという間に終わっちゃった。11分。まあ正直言うともう少し欲しかったですけど、まあスタートダッシュ的にはね、投資まだ3000円しかかかってないので、この状態で1万発ゲットできたのはでかかったかなと思います。もう少しこの台様子見たいと思います。あのマジで一緒に戦う時ってピカルちゃんマジ早いんですよ、当てるの。まずそしてちゃんと出す。 なんでだ、あの子強いな。あんなね、可愛いお顔してめちゃめちゃ強いのよ、本当に。いやだわ、ガチ強い。確かに私は、まあ、言われてみればパチンコ実戦での勝率は多分めちゃめちゃ高い。確かに勝ってる時も結構勝ってる。それはまあなんとなく分かる、なんか自分で言うのもあれなんですけど、確かに勝ってることを振り返れば多いかもしれないんですけど、ヒカルちゃんはマジで勝ってる、ずっと。やっべー。ただ、まあ、ヒカルちゃん投資も行ってない上にもうラッシュまで入っちゃったから、もう今の時点で差がどんどん開いちゃってますけど、私だって当てちゃえば一撃で出すんで全然大丈夫です。総取り優勝したいな。私総取りあんまり企画自体にもともと出たことなくて、出たことなくとっていうか出たことあるんですけど、そんなに回数まだやってなくて、でね、決勝に残っても優勝っていうのができないんですよ。だから今日もし残れたとしたら優勝して帰りたいな。残れなかったら残れなかったで買い物して帰るんで、気は楽に。なんかそうやって決勝に残らない前提で予定を組んでる時って結構決勝に残れる気がするんで、今日はあの母と約束してきたんで多分決勝に残れるんじゃないかなと思ってるんですけど、いつもそうなんですよ。総取りの企画の後に決勝に残らない前提で誰かと予約約束しておくと
意外と決勝に残れちゃうっていうジンクスが自分の中であって、今日もやっぱり優勝したいなと思ったんで、母にちょっともし予選で敗退しちゃったら一緒に買い物行こうって言って声をかけてきたんで、なんとかそのジンクスが働いて決勝まで行けないかなと思ってるんですけど、仮に決勝に行けても決勝で勝てないんですよね。一回だけ総取りで優勝したことがあって、でもそれは4人の総取りじゃなくて3人の総取りで、3人の中で一番球を出した人かな、連チャンした人かが総取れるっていうちょっと特殊なタイプの総取りだったんですけど、それはねやっぱ決勝とかがないから3人でとにかく連チャンさせればいいっていう企画だったから、かうん、ちょっと相性が良かったのか優勝できたんですけど、とこういう予選から勝ち上がって決勝に行ってっていうタイプではまだ優勝したことなくて、予選は結構気楽に打てるからいつも約束して、まあ、予選で負けちゃってもいいやって思って楽しく打てるから勝てるんですけど、決勝まで残っちゃうとやっぱ欲がね絶対勝たなきゃって思っちゃうから、ちょっとそこがうまくいかなくて、いつも割と決勝には行くんですけどいつも勝てないんですよね。お、あー熱い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 、今ミニレムちゃん右下にいるんですけど動いてくれてるので、これ 50% オーバーです信頼度。この辺どうかな、魔女の手スタンバイ、これ疑似連下なのかな、なんかもっとゴリゴリとしたね熱い演出が出てくれないかな。金系の演出が出てくれたら割ともらったなって思えるんですけど、これ大チャンスがいい、あー疑似三子さんでしたね、大チャンスって言ってくれなかった。熱い、これ8割オーバーだったと思います。これは当てなきゃ、よしいいですね赤文字。とは鬼が勝ってくれたら、よくものよしよし、これはもうもらったんじゃないかな。鬼がかり予告が出てくれたので、鬼がかったやり方 SP に行ってくれます。鬼がかったやり方 SP は弱イルミ以外のチャンスアップが出たら大当たり濃厚。あ、金波竜もこれはもらったでしょ、チャンスアップはないけど現状、あ、チャンスアップですね、これは当たります。おお、ここで激アツジャッジ完璧、あー虹ではない、ありがとうございます。虹ボタンとか大判ボタンは出てないので、3000かどうかは分からないけど、初当たり2回目ゲットしました。早かったですね、236回転目。
さあここですよ。また3000が引きたい。落ちろ落ちろ。あー、まあ、さっきもねチャレンジボーナスで最後ボタンで上がりましたから希望は捨てずに、これでも1500発の払い出しがもらえるので、まあよかった。さあここ大事よ。ボタンが赤くないと厳しい印象なんですよね。デフォルトでも入ることはあると思うんですけど、赤、あー普通だ。あーさすがに今回は3000発引けてませんでした。でも、まあ、もちろん持ち玉で大当たり引きましたし、ちょっと調子の良さそうな台なので引き続きこの台打ってみたいと思います。あれ燃えていた。あれなかなかだぞ。こんなじこっちはね、こんなギリギリに何を頑張ろうとしている。さすがにそれはないな。でしかも8だよ。これ全然発展する可能性あるね。8だから神髄以上。のはず。いや、わかんない、多分。最後にこんなギリギリに本日もう ね、初めての神髄とこれ当たったらすごいな。いや、どう？奇跡起きます？あんまり期待はしてないけど。あらいの、気づい落ちます。はい、外れまあでも最後に今見れてよかった。まあ、あんまり、まあ、最後は本当に強かったけど、まあ、悪あがきみたいなもんで最後にね、いや本当何も起きなかったか、何にも演出見せられないなと思ってたらけど、まあよかった最後に。いやルパンが良かったな。終了。お疲れ様でした。いや私全然分かってないんですけど。あもうあのね、はい、見てる人はもうめちゃくちゃ分かってるから、もう私から言っていいかな。じゃあお願いしますまず、はい、あのね謝りたい。あ、はい、どうしました。出玉ない。オープニングでそれだけはやりたくないよねって言っていた。しかも、はい、初めて、はい、当たりなしの珍しい。
初めてだからね。そうですよね、マジで珍しいですね。やばいよね。もう結果言っちゃうと、はい、投資4万5千円。やばいよ、もう笑うしかないよね。いやなんかで、しかも、はい、あの先読みつけ期待度大幅アップつけてて、はい、で何も起きなかったんだけど、はい、最後のね500円もこれだけちょっと打ちますって言って打った500円で初めて神髄演出来て、それが、刺さってれば。いやでもねダメよ当たんないよなって思う。先読みは何も絡んでなかったけど、いやなんかもういろいろ悲しいけどごめんね。いやもうなんか普段だったらいや残してくださいよってなるところなんですけど、かわいさすぎてもうごめん、いや気の毒すぎてもうね、ほんと気の毒だよね。いやもうねちょっとでも残せたらなんて、まあ、最後ねほんとね通常でも弾けてればね少しぐらいは残せたんだけど申し訳ない、ごめんね。そして私ですね、ひかるちゃんは、はい、もう最初からね、そうですね、結構初当たりが、はい、早くて、リゼロで2台打ったんですけど、2台目が1000円でヒットしてくれて、早かったね。それが 11?2 回転ぐらいだったもんね。そうですね、12回転で当たりました。それが5連して、でも初回とあと途中で3000発引いたので実質7連、で、まあ、1万発ぐらいの出玉をゲットできまして、し早かった早かった、で、まあ、リゼロを打ったり、レルガン打ったりして持ち玉を減らして、結局持ち玉はだいぶ減りました。そうなんです、レールが当たらずだったんで、だいぶ減らしちゃって投資が3500円、あの途中で間違えてプッシュしちゃったので3500円押しちゃったで、あの出玉が3579発まで減らしちゃって、まあプラス2704個ということで、素晴らしい、さすがプラスではあるんですけど、あんまり残せなかったですね。で3000発ぐらいでしょ。そうですね。で、その予選 A ブロックの大水プリンちゃんが、はい、ね、そうだ、めちゃめちゃ残ってるってことは、はい、いやこれ優勝しないと、私その2人しか出玉残して残った2人しか残せてないけど、はい、でも結構なね、でも結構ってか大水さんがですけどね、そうね、すごいね、いっぱい残してくれたから、はい、じゃあもうこれ優勝したらもう全部お店の分取れる。あ、でかいね。いやなんかもう何もしてないからなんか何も言えないんだけどいやでもこれはね、でもせっかく一緒戦ったから、はい、ひかるちゃんを応援したい気持ちなんだけど、頑張るぞだけどな、でも今日私もうダメすぎたから、私に応援されるのなんかちょっとダメかもしれないなんかすごいこういう弱気な登場の初めてかもしれない いつももうイケイケだから、ちょっと今日はだいぶ心折れちゃった本当にすごいテンション下がっちゃってますけど、はい、いやでもね、はい、後半頑張ってね、本当に頑張ります、ありがとうございます登場さんの思いも乗せてしっかり決勝勝ちたいと思いますありがとうございました、頑張ってね。いや決勝戦が始まりました、ピカルちゃん、イエーイ、結局ピカルちゃんが残ったんだね。はい、ちょっといい、はい、聞いても、はい、何発残した。3000発ちょっとですね。なんだよしょぼくれてんなマジで。いやなんか聞きましたよ、すごい出玉を残されたって。15000発、ありがとう、ありがとう、めちゃめちゃワクワクしてますよ、それを取れると思うと。ありがとうございます、いいよピカルちゃん、ごめんなさい。でもまだ早いから喜ぶの。え、どっちが取るか分かんないでしょ。まあね、まあ、いやでももう頑張るぞ、私はもう1万5000発取ってやるんだって。すげえ嫌なの、あのね、2人の合計19375らしいの。2人、はい、2人じゃないか、みんなの合計ですねこれは。だから、はい、まあほぼほぼ私よ、言うて、言うてほぼほぼ私だけど、こういう時にさ、なんか一番貢献した人が取れるっていう企画じゃないですそうですよね、だいたいね負けんのよそういう人って。そうなんですよね、そう、だからもう勝手な気しかしてないです今。うわもう最悪、本当に嫌な女に成長したね昔は可愛かったよピカルちゃんなんか頑張ります頑張ります、あ先輩みたいな、私あもういらないでしょうけなんて、先輩どうぞどうぞそんな感じで、ちょっとえ
違う時代生きてます。それはマジ、それはちょっと、これ私だ、これ過去の私だわ、うん、そう、うん、めちゃめちゃいい人でしたね。いらないって言っててバチバチに取るからね一番嫌な女だったけどピカルちゃんもどんどん嫌な女に成長してるっていうのが分かったんで、まあでも分かんないから、分かんないですね、言うても分かんない。 50%、 うわー取りたいこの 50%。 そう、もう多分ねこれ取りたい取りたいだから本当の真剣な立ち回りが見れると思う。てか本当頑張ろ、頑張ろ。え、ん、何打ちます、え、聞く言わないよピカルちゃんが座るまで私ベンチに座ってる見るから最初。そっか、そうだからもう本当にガチ立ち回りしようね、はい、頑張ろ、頑張りましょう。ちょっとなんか意気込み言うとこ、意気込み、大水さんの出玉を取りますそうね、そうだよね私の意気込みは、守ります。もうこれに尽きるわじゃあ、まあ早速、はい、実践いってみたいと思います。はい、はい、頑張るぞ。頑張ります。はい、決勝戦、私は予選で打っていた同じ台レールガンから打っていきたいと思います。低トスで当ててしっかりラッシュ入れて出玉を総取りしたいと思います。頑張ります。それでは決勝戦始まりましたんで、ちょっとねピカルちゃんが座るまで待とうということで、ピカルちゃんがね座ってちょ確認したんですよ。そしたらあの子レールガン座ってました。レールガン出るからね、本当にちょっと怖いんですけど、まあ言うてちょっと安定性を求めて、でもなおかつ爆発力もあるこの台にしました。南国育ちでございます。この台ね本当にいい台なんですよ。ちょっと打ちながら説明をさせてもらいます。とりあえず1万円入れて、よし。でもね昔すごい打ったけど、いろんな台出てやっぱいろんな台の情報を入れるじゃないですか、頭の中にしたらね忘れるのよ私も。なんか打ちながら思い出すってこともあるとは思うんですけど、まあ、とりあえず打ちましょうか。でこの台何がいいかって、まあ、海物語みたいに安定で出玉を取れるっていうのもあるんですよ。その初当たりからまあ1500個取れるとか、そこを抜いて考えて、その確変がループするっていうのプラス小当たりもついてくるんですよこれって。だから小当たりもあるし普通に1500個の出玉も取れるしで、なんかねすごい台なんですよ。噛み合っちゃったらかなり出玉が取れる。で315分の1なんですよ。若干なんか他の緑よりも軽いと、まあ言うほどねそんなめちゃめちゃ軽いかって言われたらそうじゃないけど、やっぱねこの小さい些細なねところからなんだろう、こうチャンスを掴んでいくというかね、それ大事だと思うんで、ガチの立ち回りしていきたいと思います。お、あー長軍だ、来た。今ちょっとあれでしたもんね、進んでピッてあったから親とは思ったけど、しかもビーチガール、ビーチガールリーチ、まあ長軍出てるんでちょっと期待しながら見ていいと思いますよ。まあもちろんね、もう海で言ったら魚群なんで、だってどちらもいい、どっちも確変だから。だってあ、ハイビスカスになってるエフェクト、なんでだねえ、いや頼むわマジで、いや嘘でしょ、いやボタン、ボタンを押してハイビスカスのエフェクトになって長軍出て、まあ1級だからかなと、なんかいやそんな関係ないよ、でも今扱ったよ、いやショックだわマジで、もういやちょっと待って、どうしよう、やめるかどうかすごく迷う、やめる、長軍外したし、移動してきました。やっぱりねこう海が恋しくなっちゃうわけですよ。でお QB5 が本当に私マジで相性いいんですよ。だからこの台をちょっと回してみようと思います。行きましょう、ちょっと移動だな、これ移動しよう、うわ魚群だ、ちょっと待って移動しようって言った魚群が来たわ、いやこれ当てたい、ここマジで取りたい、頼む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 、移動しなくてもいいようにしてくれ、ちょ一応入れとこう、頼むよ、オッケー、うますぎる、さすが海に移動してきて1500円ですね。155回転目に当たりです。6図柄でも全然いい、6でも、いや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 、うますぎでしょ、
さすが私、オキアミファイブに愛された女。マジなんですよ、マジで愛されてるからね。はい、ということでですね、一応まあチャンス、まあ、時短100回ですね、ここ超えれればめちゃめちゃありがたいんですけど、最初に確変とか取ってて、まあ、あの電柱保留で消化できてて当てれたっていう場合は120回つくので、まあ、そういう旨味もある台なんですよ。まあでも今回はね、初当たりからのあれだったんで100回で仕方ない。今回は目をつむりましょう。そこはこの100回どう、いう、もうなんか何でもちょっとドキドキしてきたわ。この100回でね、本当決まるよ運命。どんどんリーチなろう、うん、わあ終わりだ、これでラストです。はい、やっぱ引き戻せないか。でもここで当たってほしい、ここの8個で。はい、現在投資1万円でございます。あんまり自力で当てられる気がしないので、1回でも当たるように乃木坂移動してきました。昨日、一昨日と合わせてそこそこ回ってる台で、おそらく据え置いてるんじゃないかなと思っているので、あと300回ぐらいで U タイムに入ってくれるはずの台に座っています。まあ、U タイムに入っても、ラッシュに入るわけじゃないので、とりあえず早い初当たりを目指して確実に1回でも当たりが引けるように頑張りたいと思います。移動してきました。もう大工のゲンさん、今度はミドルのバージョンでございます。でもね、もうほぼ同じなんで、さっきの台当てれたんだったらこの台も当てれるということで移動しました。もう同じよ、本当に当てれる、早い、多分早く当てれるはずなんで、この子でも、まあ、後継続機なんで、本当に爆発させても50連以上また出したいと思います。頑張ります。持ち玉が1357個。わあ、入賞時バグ V フラッシュ黄色、全然当たる、全然当たります。バグ V が来るとは思わなかった、びっくりした。とりあえず赤の方がまあ一応いいとは言われてますけれども、全然もう黄色で当たるから、もう構わん構わん、赤になってくれたらいいっすね、炎のところ。ああ、変わる変わる、 OKOK。 出だしは3段階としてね、じゃあ3、もう1個、あー、いかない、でも2でも全然いい、全然いい。こっからの展開楽しみですね。いくぞ、これは変わってくれると信じましょう。1図柄、1図柄、まあ、発展したら、まあ、後半に行くよっていう図柄なんで、全然それはもう後半行くだろうなぐらいのね厚さを誇るものが出てきているんで、なんか図柄が変わってほしいですね。5とか9とか、まあ7、6に変わってほしいけどね。いや3、7、7、7がいいな、7。いやでも7も怖いな、なんなら。あ、継続でいい、ありがとうございます、うん、最後に何図柄になるか。あ、5押さなくていいなね、うん、いやこれで当たったらめちゃめちゃ早いから、だって今15回転目でございますから。いや何が止まるだろう、左怖いな。あー見て、金、おいらが大工の源さんでは金ですね。ありがとう、チャンスボイスか一応。ほい、んー、あ、後期なんだ、嫌だね、何にも言ってないね。ここは OK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 、 源南部行ってほしかったね。ここで極限部、極限部発生させて、まあ、そのままなんかあれよあれよという間にバーン当たりみたいな感じの展開が理想。行こう、どうですか、極限部 OK、 大丈夫だと思う。いや、いけるでしょ、もうここって揃いやね。で
で、なんかもう帯のテロップの色とかも変えちゃったりしてね。まあどうかな、まあでもここまでいけると思うけどな、私は。まずね、一図柄なんで、なんか赤系の図柄転売してるのがそもそもなんか当たりそうな気がしてるんで、素人並みの意見で申し訳ないんですけど。でもね、なんか8とか、まあ、1と8だったら同じような効能を持ってるんですよね、図柄としては。でも8で転売するより全然1の方が当たる気がしませんね。いや、やっぱいいね、枠ブイラはいいね。楽しくなっちゃうわ。で、極限部、もうどっちも好きよ、どっちの演出も好き。よし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 、一応ね、色を変えていきましょう。あ、早かった、赤まで行くのか。ほい、オッケー、もう大丈夫、もう大丈夫、参戦してくれたし。で、最後カットイン出してね、もう終了です。もうボタン押さなくていいですかね。ボタンでカットイン、ボタンでカットイン、いや、カットインでいい、もう。当落ボタンでもいいかな。 OK、カットイン、あった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 、あ、もう当たる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 。あ、なんばっか、もうびっくりしちゃったじゃん。いやいや、復活してくれましたね。いや、セットマジで、いつまでたってもガシャーって聞こえないなみたいな思ってたら、いやいやいや、いい当たり方ですよ。でもこれ、いや、気持ちいいですね。15回転早かった。やっぱり今日はゲンさんの日かもしれない。15回転目に一図柄での当たり、もちろん投資はしてません。はい、あなたが大工のゲンさんよ。はい、いやー楽しいね、マジで。久しぶりにゲンさん打ったんですけど、まあね、いろんな台が出たんで、こうちょいちょい新台とか打ってとかってしてたら、ゲンさんはね、ほんと何ヶ月ぶりとか、もう半年ぶり、いや、そこは言い過ぎたかもしれないけど、まあ、なかなか打たなかったから、いや嬉しいですね。バッチリミドルでも当たり取れました。あ、やば、見ちゃった、ちょっと V が、だからフラッシュが白だったな。いや、白はね、白は完全告知です。入ってくれたらいいな、きついかな。でもお、嘘でしょ、マジで絶対ないと思った、入った、嬉しい。マジですか、いいですか、マジで、え、お、ま、え、ま、お、え、お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 、これはちょっともらっ、いや、ダメダメ、もらったとかいう気持ちを出しちゃダメなんよ。こう謙虚に行きましょう、本当に。先ほどもね、50連、52連した時も、あんまり何も考えてなかったんで、何の期待もあんませずに打ってました。だからあの時の気持ちをね、思い出して、ちょっと無で打ちましょう、できる限り。では、参ります。今日髪のセットめちゃめちゃ上手じゃない、ゲンさん。ちょっと待って、イケメンすぎじゃない、え、大丈夫、ちょっと待って、え、怪我してる、ここ。ちょっと今確認したんだけど、両腕、え、私が直してあげる、私がずっとそばにいて一生介護してあげるからね、ゲンさん大好き。おいおいおい、ゲンゲン、おいおいおい、待ちな待ちな、ゲン褒め足りなかったか。ちょっと待ってくださいね、これちょっと初めての事態ですよ、私も。一応ちょっとだけ打って、あ、もう1個しか入らなかったけど、もう止めましょう。ゲンさん、お茶目な人って信じてる。オッケー、お茶目。
ナイスおちゃめ。びっくりした、マジでめちゃめちゃ怖かった。いや、ゲンさんで私本当速落ち、褒めて速落ちしたことも本当ないので、今日が初めてのそういう記念日作りかと思って、よかったよゲンさん。OK、 もうね、変に止めたりしたらダメなので、あのファイナルジャッジ行くまでは絶対止めません。私はもうこのまま打ちっぱなし。ミカちゃんありがとう。オーケー、なんか戻ってきてくれて嬉しいよみたいなあったんかもしれない。いやごめんね、寂しい思いいっぱいさせて。あいいね、いいバイブレーションを感じたよゲンさん。おお、ゼロ3-2-0。まだ1回もマックスラウンドは取ってないんですけど、私なんかそのミドルで打ってる時にあんまりにも9ラウンドが最初らへんにゴボゴボっと来た時ってすぐ終わるんですよ。だからこれでいいと思ってます。もう最後らへんにちゃんと回数とか合ってくれたらそれでいい。あ、同じキャラいいね。いやー怖い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 、もう一回乗り越えちゃったからだから怖いっす。頼む頼むよ。当たり、オッケー、ナイス、よう超えた。おい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 、おい、びっくり、焦る。ゲンさん頼むって、ゲンさん一生看病するか一生そばにいるから、今いっぱい貯蓄増やさないといけないんで、ここで終わっちゃダメだよねゲンさん。一緒に老後暮らそう。 OK 最高何や一緒に老後暮らそうってやばいやつや。うん、わあやべえ、あよかった、当てる。次もネクスト取ろう。次もネクスト取りたい。次は30連、いやもうできればね、本当にまた50連して計100連しましたが言いたい。今日1日でゲンさん100連達成、まあ計ね。 OK、 今日1万発表示2回見た、嬉しい。もう本当にめったにこんなことないから、ありがてー、ゲンさんのありがたさがわかる。身の回りの世話もするし何でもします。あ、やっぱりやっぱ貴重かったかな。19ボタン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 、ゲンさんやっぱり私の世話が必要なんだね。老後は任せてゲンさん、ありがとう。おーしおしおし、オーケー、あと4回、あと4回で30、うん、あと3回、
気持ち。ダンキュンダンキュンダン、もうすげえファイナルジャッジいくやん。いや、あと2回だよ、だって超えたいって。ボタンマ変わってくれ変わってくれ、変わらん、うぅ、ういさすがに何回、今5回4回ぐらいやってますよね、多分ファイナルジャッジ。もうまずいでしょ。いや、いくら優しいゲンさんといえどもね、多分もう疲れたデイって言ってるよ多分。まあもうね、いやでも分かんないよね、ドッキリ、ドッキリ大好き、ドッキリ大好き来るかもしれない。で28連して4回条件ボーナス取れました。今ボタンが出てこないんでこれで終わりです。12474個、20分頑張りました。まあまあまあ、でもいいんじゃないですか、全然もう1万発超えましたもんだって12319個になりました。いや結構満足してますよ。でもまあもうちょいだけ打ちますかね、うん、引き続き打ちます。はい、U タイム入りました。長かった。U タイムを絶対にスルーさせないで、絶対初当たりを引いて、それを絶対ラッシュに入れたいと思います。私の戦いはここからです。頑張ります。お願いお願いお願いします。さあここでレジェンド、よし、これで当たりますね。完璧。レジェンドリーチ中の激ラブブーストは確か大当たり濃厚だったと思います。やっと初当たり引けた。問題は 50% 引けてるかどうかです。頼む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 。総投資はちょうど3万円でございます。長かったよ。317回転。お願いします。あ、ダメな気がする。あ、これやばい気がする。行こうよデート、頼む、チャンスをください、お願いします。よかった、 50% 取れてた、ありがとう神様。はあ、私ライブアタックが好きなのでライブアタックでいきたいと思います。はあ、お願いします、たくさん当たりますように、お願いします。もうチャンジ完了しちゃったんで、え、待って待って、やばくない、やばくない、赤まで行ってよ。え、これやばい、本当にやだ、本当にやだ。これダメだと思う、とりあえずこれはダメだと思う。紫止まりじゃね。このネクストが赤かったら 90% 信頼度があるんですけど、え、マジやばい。
これはおそらくダメでしょうよ。あ、ネクスト赤いよ。お願い、お願い。キー、よかった。とりあえずスルーは免れましたね。ありがとうございます。あー、本当に生きた心地がしなかった。継続率 84% もあるんでね、そんなちょっとやそっとじゃね終わんないですよ。まあちょっと10ラウンドは引けませんでしたが、まあ、続いてくれたことだけでもありがたいので今回は良しとしましょう。あー、もっとたくさん続きますように。シャッフル保留とか入んないんだ。あー、これ以上上がんないんですね。いやー、ちょっとまた不安、安心させてくれないですね。まあこれはおそらく難しいと思います。その次、あー、ネクスト普通だ。チャンスアップゴリゴリでお願い。これもう終わっちゃった気がする。あ、でもいやカットインが赤くないから厳しいかな。お願い。あー、やっぱ厳しかったか。次ネクスト赤で、あ、やばい、これやばいです。タイトルも普通、さっきと同じ流れですね。カットイン赤、あーやばい。じゃあボタン赤、お願いします。早くない。ここでも復活あります。え、継続率高いよ。もっと頑張って、お願い、復活して。はいはい、やれない。2連でしかも2ラウンドでしょ。もう負けました。あ、チャンス来ましたよ。このね、ミニレムちゃんが動いたんですよ。これ 50% あるんで、信頼度頼む。次の保留かな。動いてるね。スバルフリーズ赤くないけどちょいチャンス。赤かったら信頼度8割オーバーだったんですけど、いやー待って、弱い。大チャンスとかが欲しい。よしよし、これで信頼度 65% かな。まああるある。ギジさんいけますね。お願い、これ射止めよう。きたー、これ 85% ですよ確か。これはもらったでしょ。よし、赤文字です。もうほぼもらったと思ってるんですけど、鬼がかり来てほしい。あれー、ちょっと怖い、待って怖い。いや、絶望 SP は本当絶望なんですよ。最後に激アツジャッジが出れば大丈夫だと思うんですけど、ここ次のボタンで激アツジャッジが出ないとマジでやばい。お願い。よしよし、これはもらいました。あ、虹色のボタン出ないかな、大判ボタンとか。あ、
ボタン普通だけど当たるでしょう。やったー、起死回生の大当たり。まあでも起死回生の大当たりになるかどうかは 55% 引けてるかどうかですね。とりあえずこれで1500発ゲット。持ち玉は残せますね。総投資が3万1000円です。208回転お願い、お願い。あれダメだった、続かなかった。バン、よし、いい感じです。14回転1500発、はい、よし、いいですね。24回転目、終わってしまった。7500発、負けてなければ十分なんですけど、これじゃあ、お水さんの出玉には届かないんですよね。実戦終了。お疲れ様でした。もうね、怖いんだよ私は。そんな明るくお疲れ様でしたが言えないんよ。ええ、当たったよね最後。はい、リゼロだよね。はい、もうなんなんその顔。3000発引いてます。もうほんと無理、あのね、怖すぎて私やめたし、ひがるちゃんより先に、はい、で、見てないのよ、だからどんぐらいかなみたいな、なんか最後まで見てないの、はい。ま、とりあえずじゃあ私の結果から言いますわ。お願いします、うん、で、私はね、最初南国行って南国当たらず、はい、ちょっと使っちゃったから移動して、はい、まあ、沖海行って、沖海5行ったの、はい、で、単発速攻引いて、そう、でもなんかまあ、やっぱ出玉的には少なかったから、あ、源さんが今日はと、まあ、最初ねライト行ってめっちゃ出した実績があるから、確かに今度ミドルで勝負かけてみようかなと思ったところ、本当に早かった。10何回転これ、10どこ、あ、15回転だった、ごめん、15回転だ、おかしいですよ。で、当たってラッシュも入りました、はい、おかしい。で、何連、28連、やばい、もうおかしい。そこの時点で1万2000発以上持ってた。でも最後さ、はい、スッとね、また南国当てたいなって気持ちが舞い戻ってきて、打ってたの。でも当たんなくって、結局1万発残したいという気持ちがあったから、はい、1万発ジャストでやめた。なるほど、なるほど。だから、使いから引いたら、サダマが、1万3500円使ってるから、はいはい、で、1万発残しでしょ、うん、サダマがプラス6625個で終わった。お上手、いやね、本当に今日はお上手でしたよ、私。でも、すごすぎますよね、もう。そうね、なって、うん、え、お休み移動したと思ったら当てて、当てた。現在移動したと思ったら当てて、当てた。あ、もう本当に繊維をそがれましたよ、うん、こっちは。いや、でも知ってるからね、私は。乃木坂当てたのも知ってるし。当てたって言っても、うん、乃木坂だって U タイムからですから。あ、まあね、そうなんです。私はもう最初、レールガン行ったんですね。うん、で、1万円使って、うん、ちょっと今日はレールガンじゃないなと思いまして、うん、で、どうしようかなと思った時に、うん、ちょっと当たりを引ける気がしなかったんで、うん、まあ、確実に当たりが引ける U タイム台に行ったんですね、うん、そしたらもうね、U タイムまではめちゃいまして。あったねー。でも、うん、しっかり 50% は取れたんですよ。そう、私ね、あれ気づいてた、後ろでこっそり見てたからね。気づいてなかった、全然。黒の黒で、やらしい、入ったーって、やらしい、本当に。何よ、やらしいよ、もっとちょうだいよあ、ごめん、情報ね、あ、ごめん、いや、気持ち悪い、今のっちゃ、もっと情報ちょうだいって。その後はその後、うん、ラッシュ入って、うん、こっからやるぞって思ったら2連、しかも2ラウンド。あれ2連だったんだね。もうしんどかったですね。正直何連したのかなっていうところまでは見てなくって、ちょっとドキドキしたいから。2連かい、
これはもうやれないって思ったんですけど、うん、でも私のいいところは諦めの悪いところなんです。そうね、はい、ピカルちゃんいつでももがくよね。もうずっとあがき続けるのが私の長所だと思ってるんですけど、うん、もうそっからじゃあまくるにはどうしたらいいか、うん、リゼロしかねえ。リゼロ行きました。本当に怖いマジでリゼロは。そしても最後の最後、うん、残り20分くらいで、うん、3000引いたんすよ。昔ねもう大丈夫だろうと思って、はい、ほったらかしにしてたのよ、うん、もう全然見に、ね、見にいらっしゃらなかった。したらねわざわざのカメラの方が来て、ね、リゼロ当たったよ入ったよって言われて嘘でしょみたいな。ほんと聞きたくなかった。あそこからテンションめちゃめちゃ落ちたからね私。もうちょっと本当に大水さんを脅かすことだけを目標にねまずあの時はやってたんですけど、そう結果聞きたいよね。どうだったのそのリゼロ。いいですか。うん、覚悟はいいですか。うん、いいよいいよ。投資3万1000円の出玉6524個、出玉はマイナス1224個でございます。ねえマイナスじゃん。負けませんでしたね。さだまはちょっとレンチャン伸びなくて負けませんでした ね。なんならもう使いが結構いってたね。そうえぐいいっちゃったんで、はい、まくれなくてマジで安心した。でもマジ良かった本当に怖かったずっと。あ本当ですか。いやちょ、ピカルちゃんだけでもね。そうだよ、よかったよかった。よかった。本当にねマジであの、はい、もしピカルちゃんが勝ってたらいけないから、もう入り口とかでつまずいて、はい、ちょっとした骨折しねえかなってめっちゃ思ったからね本当に。最低だ。救急車で。でも命別状がないぐらい。それでも賞金はもらって帰りますけどね勝ってたら。いや最悪。やば、まあ、そうね。そりゃそうなんだけど最悪の。最悪って言う方が最悪だから今。というところですね。まあ、今回、はい、まああの。予選と決勝合わせてみんなでどんぐらい出したか発表します、はい、結構いったんじゃないですか。35,899玉。やばー。いやーありがとうございます。こちらがですねすごい、はい、今回優勝したこの私大水プリンにそれ相応の賞金が入るということなので。やばいですね。もううはうはよ。うはうはなんかもうもやし以外も買っちゃおうかなってね。そっか、そろそろ、ね、うん、そうですね健康的になってください。そうなのよ。いろんな野菜食べれるわこれで。うん、よかったよかった、うん、ありがとうね本当に。あ今度はなんか作ったらあのタッパー詰めて持っていくから。あ本当ですか。いっぱい貯金してね。賞金4万発分のね、うん、賞金分のなんかくれるんじゃないかな。賞金4万発分も欲しい。うん、4万発なかったっけ。4万発分なんだけど、はい、ちょっとあまりなことを言うからあまりっていうことを言うからちょっと言葉が出なかった。ごめん、まあ、くるのいこ4000発分かな。いや3万発分おい。ごめんなさいちょっとなんかもうお金欲しくてすいません。まあ今度なんか怒りますよ。はい、楽しみにしてます。いろいろ頑張ってくれたんでピカルちゃんも。はい、ということで、ね、まあ、で結構いい戦いはしたんですけれども、はい、今回の勝ちは私大水プリンでございました。ありがとうございます。すごかった。もう今日、はい、ずっと強かったですもんね。いや今日は本当ついてたからすごかった。こういう風に当たれてよかったなっていうのがあるよね。すごかった。ひかるちゃんも来るよこういう。来ますか、うん、もうまず決勝には上がるんですけど、うん、優勝したこと本当なくて。そういう癖持ってる人いっぱいいるから周りも。あそっかそっか。そうですよね。そうだから大丈夫だよ。いつかみんな負けていくから勝手に。だからピカルちゃんも今度優勝目指してじゃあ、ね、はい、出る時があったらぜひ、うん、頑張ってね。頑張ります、はい、次こそは賞金を。はいはい、ということで、また次回もね多分ねこういう総取り系ってあると思うので、まあ、また開催されたらその時は皆さんぜひ楽しんでご覧くださいませ。なさいませ。それではこの辺でさようなら。さようなら。バイバイ。めっちゃええ肉買うわとりあえず。上がってもらおう。